で、こんにちは。酒とロックとうんちくが大好きなスピリチュアルおじさんのライドと申します。ベストヒットライドで、ちょっと緊急でやろうかなーなんて思ってやってるんですけど、まあ、要するになんでかっていうと、僕ファンなんで、ちょっとね、前田明さん、格闘家の、昨日ですよ、3月3日に突如、YouTuber になったんですよ。YouTube チャンネル開設したんですよ。しかも、初回から、今人気の朝倉海、ね、朝倉兄弟の弟さんの方とコラボして、そんな映像、そんな動画を、作って出してると。これはもう、ただごとじゃないなと思って、ちょっと見に行ったりしてるんですけども、じゃあね、そんな前田明さんが、朝倉兄弟ってアウトサイダー出身じゃないですか。朝倉海とコラボしてる。もう面白そうじゃないですか、その時点で。なので、前田さんがね、前田明が YouTuber として果たして成功するのかっていうのを、ファンなのでね、もう勝手なおせっかいなんですけど、ファンな上に勝手に占ってみたんですよ。で、ちょっとそれを話します。その前にまず、前田明さんの人生をちょっと軽く紐解いていってますね。で、そっから占っていくんで。で、前田さんは1959年の1月24日生まれです。1977年に佐山悟にスカウトされて新日本プロレスへ入団とのこと。佐山悟ってね、ご存知だと思うんですけど、初代タイガーマスクですよ。あの、シュートを作った人ですね。で、もうタイガーマスクなんてね、一番最初の現れた時はもう、なんていうんですか、衝撃的なデビューですよね。こんな動ける選手が世界中にいたのかっていうぐらいの身体能力。佐山悟っていうのはこれぐらい身体能力の高いプロレスラーですよね。格闘家です。そっから、前田、アキラっていうのがプロレスとしてどんどん成長していくんですけど、前田っていうイメージはガチンコのセメントファイターって感じですよね。もう最初の頃は七色のスープレックスを使うなんて言われ方したんですけど、まあそれ以上に蹴りとかやっぱりやばくて。で、前田といえば絶対に出てくるのが長州の試合ですよね。長州がサソリ固めしてる最中に固めてる顔に向かって蹴りを思いっきりしたっていう顔面蹴り。長州顔の骨骨折してみたいな。ものすごい一触即発状態になって、それがきっかけで、まあ、前田は新日をまた去ることになるんですけど、その当時の新日本プロレスって、それが表せるものすごいピリピリしてたんですよね。緊張感が、それが良かったんですけど、長州だったり、前田だったり。あと、まあ、高田なんかもこの時はいたんですけど、猪木が頂点に5つも藤波派みたいなのと、あと、長州の維新軍だったりとか。で、あと、前田みたいなアウトサイダー的な人間とか。まあなんかそういうのがごちゃ混ぜにして、日本人同士の方がものすごく、ね、片や全日本プロレスっていうのは、外人の大物がボンと来て、ジャンボ鶴田みたいな強いのがドンと戦うみたいな。そういう醍醐味があるんだけど、新日本プロレスってのは日本同士の、なんかガチンコの奴らがピリピリした雰囲気があって、まあ独特な感じだったんですよね。その後前田さんは、UWF とかリングスなどを渡り歩いて、全国の不良を集めたジアウトサイダーですね、を2008年に旗揚げしたと。まあだから、そっからプロデューサーになっていくわけです。本人は出ないんですけどね。朝倉兄弟、朝倉海、で今、YouTuber で大人気の朝倉みくるとかも、ここ出身です。でね、ちょっとアウトサイダー出身、アウトサイダーって面白いんですよね。アウトサイダー出身って、もうとにかくキャラが立ってるから、出る人がね。例えばその、一応関東連合って言われてる、ハングレグループの、よくに秀幸さんとか、それ、ね、旧姓谷山さんってもう関東連合の中では、ちょっと先輩の部類に入ってて、中学生時代から喧嘩負けなしみたいなこと言われてた人ですよね。その人が出たりとか、あとまあ、関東連合というと語弊があるのかもしれないけど、反逆のカリスマ、不良のカリスマみたいに言われてる、ウリタさんとかね。もうこの人もすごいキャラ立ってる人ですよね。あとは、なんだろう、チームの、チーマーですね。チーマーで有名だった喧嘩最強みたいな。チーマーの中では最強なんて言われてた、KGB の内藤さんとか、高谷さんとかね。まあそういう人も出てたりとか、北関東最強暴走族の総長だった吉永さん。この人も、ミスターアウトサイダーぐらい強かったですよね。この人は大体負けなしぐらいの、なんだろうな、不良っていう域じゃなくて完全に格闘家のアスリートみたいな感じになってましたけど。あとまあ、浜野狂犬って言われた黒石さんなんてのは、まあ俳優とかでも今人気あったりとか。まあそういうキャラの立った人たちを集めて、前田さんはそのアウトサイダーをプロデュースしてやってたと。でまあ余談なんですけど、ちょっと僕の中で思い出すのは、当時やっぱりジャンボ鶴田って最強のプロレスラーって言われてたんですよね。絶対王者みたいな。全日本プロレスね。もうこう、負けるのが想像できないぐらい強い時期があったわけですよ。
で、まあ、体壊して引退して亡くなるんですけど、その引退するときに、なんかインタビューを見てたら、まあ、心残りは前田と戦ってみたかったってことをポロッと言ってるんですよね。前田明と戦ってみたかったな、みたいな。まあ、それぐらい言わしめるほど、前田さんっていうのはものすごく強いレスラーだった。カリスマ性があったっていうことですよね。そんな前田明さんのをちょっと占って、前田さんの持つ特性みたいなのをちょっと見たんですよ。まあこの人は大器晩成です。もうもちろん若い時からカリスマですけど、こっからももっと良くなるんですよね。こっからが逆に人生の本番ぐらいの話です。もともとカリスマ気質ですね。プライドも高いから、絶対に負けないぞっていう気持ちはすごく常に持ってるんだけど、これからはやっぱ裏方がいいんですよ。これから成功していくにはやっぱり裏方が良くて、だからアウトサイダーからどっちかとプロデューサー、自分が前面に出るというよりはプロデューサーに転向してるっていうのはものすごく成功のきっかけで、確かに成功してると思います。で、まあまあプライドで生きてる人なんで、プライドのためだったら勝っていける。で、若い時の頃はもうかなりプライド優先で、今はちょっとやっぱ丸くなってて、逆にそれがいい感じになってますね。前田さんの今後なんですけど、今年と来年はピークに運気がいいんですよ。だから何でも挑戦していい時期なんで、YouTube に参戦はベストです。すごいいいです。で、これ YouTube に限らずなんですけど、どんなことでも今が、前田さんは参入した方がいい。やりたいことは今はやっといた方が、全部後々に響いて良くなるんで、かなりいいです。それで、この運気を5年ぐらいね、あと続くんですよ、いいのが。なので、前田さんはちょっと安泰な感じですね。まあ、これもうまくいくんじゃないですかね、YouTube の方も。昨日見た時よりも、ものすごい人も集まってるんで、まあ当然でしょうけど、絶対うまくいくと思います。こんな感じで、急遽前田さんが YouTube に降臨したので、占ってみました。ということでした。ではまた、チャンネル登録お願いします。